背中の贅肉が気になる方、広背筋をうまく使うことを身につけたい方におすすめな簡単なエクササイズです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、タオルロー、いわゆるタオルを使って背中を使うエクササイズを紹介していきます。今回7回なんですけども、エクササイズの回数が増えれば増えるほど筋肉を使う意識や動きが雑になってきます。ですので今回7回だけでしっかり上手に効かしていきましょう。メリットとしては簡単に背中を使えるということです。動きとしてはですね、タオルを使うんですけども、懸垂の動きと一緒です。ですが、懸垂をいざ行うと負荷がありすぎてできないとか、動きが雑になるとか、普通に背筋をして上半身を動かしながらやってもですね、腰の方が痛くなったりとか、そういった方に今回はタオルを用意してもらって一緒にやっていきましょう。はい、タオルです。注意としては、一発目からこれやっちゃうと、肩や腰が痛くなることがあります。ですので、体が温まってる方は OK なんですけども、体が温まってない、一発目にこれやっちゃうって時はですね、肩を後ろに回してください。両肘で円を描く感じで、後ろに回して10回ぐらいです。肩を動かします。で、次に腰なんですけども、ちょっと上体を起こしますから、こういう感じでですね、ちょっとだけ腰を動かしておいてください。だいたい5回です。では、タオルを用意してもらって一緒に行っていきましょう。タオルを持つ幅なんですけども、肩幅から手1個分横にずらしたぐらいがちょうどいいです。あんまり端っこ持つとですね、難しくなってくるんで、肩幅から手1個分です。そしたら、うつ伏せにまずなります。手を前に伸ばしてですね、ここから上体を起こしながら、しっかり体をぐっと起こします。で、戻します。上体を起こしながら、手を引いていきます。手を引く位置がだいたい胸のあたりです。胸のあたりにタオルを持ってくる感じです。で、肘をしっかり引きます。肘しっかり引くことによって、広背筋がしっかり締まりますから、胸をしっかり開いて、肘を引いてください。では、一緒に7回ほど上手に行っていきましょう。1回ずつ息を吐きます。戻ったら吸って、起きるときに、吸って、吸って、という風に7回ほどやっていきましょう。上体を高く起こすと、広背筋よりも腰の方に意識がいってしまうので、あんまり上体を起こすっていうイメージよりも、ちゃんとタオルを胸のところまで引っ張ってくる、肘をしっかり引き切るっていうところに意識してください。では一緒に7回いきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、あー、お疲れ様でした。どうでしたか？背中効いた感じしますか？体を起こしすぎちゃってる方は背中よりも腰に効いちゃうので、腰に効いたよって方はもう少し体を起こさないようにしっかり、ね、手を引くっていう方を意識してください。で、しっかりね、肩甲骨周り、動かしたよっていう感覚がある方、温まってる感じがある方はですね、上手に使えてます。で、タオルをですね、ただ持ってるのをしっかりね、横に引っ張る意識をした方が背中が寄せやすいです。ですので、あんまりね、背中に効いてないって感じの方は、もうちょっとタオルをね、横に引っ張りながら、ぐっと、身のところに引っ張ってください。これ体を起こしすぎちゃうと、お腹の方に引っ張れるので、そうなると腰に効いてしまいます。なので、しっかり、胸あたりに引っ張る意識でやってみてください。はい、今回たったの7回でした。これをですね、1分とかやっちゃうと、もう背中を使う意識っていうよりも、動いているとかやりきったとか、ああいう感覚に変わってしまいますんで、例えば10分間を10種目1分ずつ行うとか、ああいうのもありますけども、できるだけですね、カロリーを消費するっていう感覚ではないんでしたら、少ない回数にセッティングしてもらって、しっかり上手にやっていく、
その方がちゃんと筋肉使えますし、綺麗な体にもなりますし、メリットはそっちの方が大きいです。ただ雑に動いてもですね、体幹も身につかないですし、しっかり筋肉も使われてないですし、その代わり汗が出てね、あ、やった、今日まで頑張ったっていう気持ちにはなるけども、それよりもやっぱり少ない回数で短い時間でちゃんと筋肉使う、カロリー消費するっていう感じではなく、それは食事の管理を優先してもらってっていう方が一番短期間で短距離で体が作れます。で、今回タオル用意してもらって、まあ、簡単に背中を使うことができました。で、しっかりストレッチはじめにね、することで、肩と腰が痛くないようにできますので、まあ、ここをね、しっかりね、飛ばさずに、朝一とか、体が冷えてる時には、しっかりまずやってもらってから、エクササイズに進んでください。ということで、頑張った方、勉強した方、よかったら、グッドボタンとコメント、シェアもよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからも少ない回数、少ない時間で効くエクササイズをどんどん紹介していきますので、よかったら登録の方もしておいてください。登録してもですね、たくさん登録がおる方は全然出てきませんから、できればですね、チャンネル登録の横のボタンの鈴をピッと押してもらって、まあ、動画がね上がったことを確認できるようにセッティングしてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。